有山淳二です。手巻き寿司ですね、作ってます。2015年10月のね30日金曜日フライデーで、朝のもう4時半ぐらいですかね。でこの動画の前に、ね、最初お米ね、寿司の寿司お米からね、あとこういう風にレトルトのタイプを使った手軽なね、あれで一応寿司酢、普通は手巻き寿司を今日作るんですけど、手巻き寿司はシャリ、これはシャリですね、ご飯なんですけど、白にお酢を混ぜるんですよ、お酢とかお砂糖とかね。今日はこの寿司酢のね専用の昆布だしを使ってます。これはもうこれだけでいいんですね。で今日は手巻き寿司ですからね、で月末でねお金がありませんし、こういう具ですね。それ実はこの間母さんが来てね、ちょっとシーチキンとかね、その辺持ってきてくれたんでね、こういう具ですね。エッグ、シーチキン、ツナですね、オニオンで、ビーフ、牛肉ですね、ビーフね、それだけでやりしたいと思います。牛肉はね、北海道の富良野の牛肉でね、海苔、手巻き寿司の海苔ね。で最近はね、こういうラインが入っててね、非常にこう切りやすい、手で折ってね、しやすいです。で今回ちょっと変えてね、こういうちょっといつも買うより値段はねいいんです。広島の海苔ですね、広島海苔。以前までは白子海苔、東京ですね、江戸ですね、江戸の白子海苔を使ってました。でうちの母親はこういう手巻き寿司をね、例えば兄貴家族、妹家族が来た時にはやってますけど、海苔はもっとねいい海苔ですね。これもいい海苔で一般お買い求めやすいんですけど、今度寿司屋さんで使うクラスの海苔じゃないですかね。ガスコンロでね、まず海苔をね、こうやって炙ってね、それから香りを出してね、よくね、うちでやってましたね、最初。やっぱり見たいですか、巻いてるとこ。じゃあね、まずお米にね、こういうのせて、で、具はさっき見られましたよね、何を巻こうか。生のままですからね、生でこういう切り方ですからね、生でこういう切り方です。今回は薄くねスライスしてないんです。ツナ、ね、それとツナだけいきましょうか。まあ、この寿司酢だけでも、寿司米だけでもね、具が入ってるんでね、今回レトルトのパック、真空パックでね、具材だけ入ってるのがあって、ちらし寿司用でね。でこれにね、今ちょっと立てかけてるんですけど、お醤油ね、あれちょっと洗ってくる、ちょっと待ってくださいね、簡単に洗ってきます。あとわさびがあるかな、わさびはやっぱりわさびがないお醤油は醤油でも、生醤油ね、搾りたての生醤油。今日本でもこういう容器がね、新鮮の鮮度を長く保てるね、お醤油でもこういう容器が出てますね。これが醤油ですね。わさびはね、寿司屋さん行ったらもう専門のね、わさび自体をすってやられますけどね、私はこういうね、大体こういうね手軽なタイプを使います。これをね、この中にね、あまり多かったらちょっとね、つんときますんでね。で、このね、見えます、お醤油、
りしてるんですね。味が楽しみですね。卵、エッグとツナ、シーチキン、あとオニオン、ね、これでいってみたいと思います。皆さんのお口に入るとどんなバランシングですか。私はこれをチョイスしてみましたね。この中からエビとかいろんな具材をたくさん集めて、ね、まるでたくさん人が集まって、ね、手巻き寿司を、まあ、一人で楽しむの私みたいにね、それはまたそれはそれで、ね、なんとなくいい、まあ、新しい提案ですね。はい、いただきます。新しい提案ではないですけどね。女の子なんかね、やっぱ一人でお寿司屋さんに行けない場合ね、ただ寿司のお米を作るのにね、やっぱり一人じゃ食べきれないって。わさびだ。魚がに今日お魚はね、シーチキン、ツナ缶、ツナ、シーチキン缶詰だけなんですけどね、何でもいいんですよね、まずです。みんながね、和気あいあいね、楽しみながら美味しく食べるのが手巻き寿司ですからね。基本寿司はそうじゃないですか。でもほら、その、ね、お店によってはやっぱこだわり、たくさん持てると、持たれてるお店もあります。で、牛肉にね、牛肉って言ったらわさび合いますからね。牛肉にね、わさび醤油、ね、わさび醤油で食べさせる、ね、お店は結構ありますよ。うん、寿司の段階でこういう風にしてるから、この味がちょっとやっぱりありますからね。この具材っていうのは甘い感じの味付けにしてあるんで、だからもうちょっとこういういいお肉の味を知ろうとしたらね、やっぱり白いご飯にお酢の方がいいですね。まあこの今の寿司ですね、昆布だし、うん、ということでそろそろ10分で、これもまた分けてね YouTube にアップロードしたいと思います。